はい、ラジコン統合でね、ピットレポートちょっとやっていきたいと思うんですけれども、これ見てください。はい、かっこいいですよね。お名前は向井さんと忍さん。とりあえずジュースでも飲みませんか。ね、いいですジュース一緒に行きましょう、好きなやつ飲んでください。お、モンスターでも何でもいいですよ。モンスターあ、ガチでモンスター飲まれた。行ってください。はい、カメラマンカメラマンなんかいる。カメラマンもモンスターで。あ、モンスター。お二方、一本でいいんですか。あ、もうお釣りが。じゃあカメラマンのモンスターまでで。やった。ありがとうございます。いや、もう僕持ってきますね。はい。じゃあね、飲み物手に持ったっていうことでね、マシンの方見せてください。まあ、かなり現金な、ちょっとノリなんだけど。やっぱりね、飲み物とか食い物とかあるとね、気分が幸せになりますよね。ね、そうですね。あ、本当ですか。わかりました。向井さん久しぶりに来たんですけれども、前回ね、三輪のこれトライクっていうのかな、前回取らせてもらったんですけども、で今回もちょっとまたマシンの方、あれからどのぐらい進化したのかなってちょっとね、見せてもらいたいなと思ってね、マシンの方ね、こちらの方になりますね。前回から変わってるところを、大きく変わったのがこの、まあ、この引きのダンパー、ここですね。ステアリングのこの引きダンパー、ここ見てください。ノーマルでは押す方向にはついてるんですね、はい、つまり、まあ、この部分はついてるんですけど、はい、こっちがないんですよね。ノーマルでは引きの方はないんですよ、ね、はい、押すだけってやつ。押すだけですね。やっぱり引きがあった方が安定するのかね。引きがないと、ノーマルだとこの前の穴の位置使ってるんですよ、はい、ほんで切れ角なんかここまでぐらいですかね、うん、だけどここに入れると切れ角いっぱいになるんですけど、はい、前回に行った時に、はい、このノーマルの状態だとこの状態から戻れなくなっちゃう、若干説が入っちゃうんですね。はい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 、はい、でどうしたもんかなと思った時に、ここに、まあ、スプリング入れて、こうやって引っ張ってやれば戻るんじゃないかと考えてます、ね、なるほど。でこれによって、まあ、切れ角がここまで、すごい、この切れ角見てください。もう90度、90度だもんね。そうですね、ほぼもう前回まで行ってるんじゃないですか、ね、はいはいはい、もうすごいっすね。あとそのリアとかもね、こういう感じになってまして、そうですね、これちょっとマフラーを入れてみたりとか、ね、あ、これマフラーなんですね。何の棒なのかなと思って。失礼しました、焼き入ってちゃんとマフラーです。気分的にはチタンですよね、これ。そうなんか穴があったから、これなんか入れる場所なのかなって思っちゃったんだけどね。巻かなくなったのはとにかくこれの影響で、あとハンチングを止めるブルブルっていうのは、まあ、これ、はい、年輪入れるとちょこっと出るんで、ここ出ないですね。出なくなりましたね。前ブルブルだったっけ。前ブルブルって出ちゃう、手作りのブルブルって出る時があって、それを改善するために導入したのが、まあ、このKGXですね。あ、KGX、はいはい、これこのジャイロね、はいはい、これの AGS って機能でハンチング取る機能があるものですから、AGS 機能、はい、はい、これ使って、あとタイプ D の組み合わせ、ね、KO のやつですよね、はい、でこのタイプ D の中のプログラムもちょこっと自分でいろいろ試行錯誤しながらいじって、でハンチングがピタッと、まあ、大体止まったかなと。あ、こういうね、フロント1本でこんだけそのハンチングがないっていうのは結構見ててすごいと思ったんだけどね、ちなみにアンプとかは G-Force? G-Force は TS90 になります。 TS90? 前50でしたけど、はい、はい、90になってターボブーストがかかるようになりました。モーターは？モーターもはね、龍神だったかな、これは 10.5 ですね。10.5、はい、結構パワーあるやつですね。ありますね。これアイドラギアついてたんですけど、これ最初からアイドラギアだったっけ？あ、これはないです。ここアイドラ入れました。 TA06 のカウンター入れる、まあ、定番のよくある、あ、はいはい、これなんでこれ入れたんですかね。ハントルクです。あ、ハントルクです、はい、変わりました。うん、多分変わったと思いたいですね。あ、なるほど。分かんないけどね。スローモーションで動き取ると、ちゃんとグッって動きますよ。あ、これがね、なるほど、下がって上がるという動きをするんで、まあ、一応効いてるんじゃないかなと思います。あとこのフィギュアは
これ自分で描いたもんですけど。え、これ自分で描いたの？はい、そうです。あの顔描いて、髪切ってというのをやってますね。すげえ。これ服は？服はね、これはね、人形の先輩から譲ってもらったこのスカジャンなんですよ、これ実は。どれ？これちょっとあのお気に入りの。あ、本当だ、はい、ジャパンのこのタイガーの刺繍が入って、ね、はい、横須賀って書いてありますよね、はい。なかなか多分今じゃ手に入らないものだと思うんですけど、ね。あ、東郷のお客さんが結構来てるし。あ、います。はい。昔の名残なのかな。ああ。ね、テレビ朝日さん。マックスさん。マックスさんと塚田さん。ああ。スカジー。スカジー。スカジー来てたね。なるほど。このね、フィギュア本当に細かいところまで作ってあるんで、最高ですね。もうシートもちゃんとさ、これ貼ってあるよこれ。本当だ。スポンジ。やば。やばっ、すごい。これもう本当に劇的に進化してるもんね。だいぶ改善しましたね。なるほど、なるほど。伝えたいところはそんなノリですかね。そうですね、まあ大体その感じですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ2人目ね、ちょっと撮っていきたいと思いますね。はい、はい、お名前の方は。はい、しのぶと言います。しのぶさん、はい、証明した方がいい。いや、特に上からの方がちょっと恥ずかしい。しのぶさん出るの初めて？そうですね。あ、はい、どっから来たっけ。豊川です。豊川ですか。あれ、一宮でしたっけ。あ、豊橋ですか。お隣です。全然僕違いましたね。遠いとこありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに好きな女性のタイプとかは。ちょっと前だったら堀北真希とか。なるほどね、好きですね。ですね、はい、じゃあね、マシンをちょっと見ていきたいと思うんですけれども、はい、マシンの方がこちらです。はい、はい、うん、これもね、これも薄カニだよね。そうですね、こちらも向井さんと同じ、薄カニさんの D3T っていうやつですね。もともとはこうなんかもうちょっとボディが雰囲気的なオークションの感じですので、こんな雰囲気の方がトゥクトゥクみたいな感じで、そうですね、ね、側外させてもらって、うん、もう自分もこのドールっていうんですけど、こっち側が趣味だったんで、それを乗せるために向井さんに教えてもらって、まあ、基本的には同じような仕様で、まあ、基本仕様は一緒。そうですね、ほぼほぼ全く一緒で。あ、これ見て、バッテリーのサイズが違う。こんな動くよこれ。うん、すごい、ね、ベロン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 。言い方、言い方。ここ変えてるんですよこれ、あの2人とも。あのノーマルがプラなんですけど、プラとプラであんまり相性良くなかったり、動きの、でカーボンにしてあげて。カーボンパイプ、はい、そうですね、そんなの入ってるの。ちょっと摩擦抵抗を減らしてあげて動きを良くするような感じで、まあ、効果があるかどうかは、うん、トライクなんで分かんないですけど、まあ、見た目いいでしょうっていう。大体仕様の方は一緒なんですけれども、こちらとね、ライトはね、あの丸めの一等になってるんですね。このフィギュアは自分で作ったの？こちらはアゾンというメーカーさんのピュアニーモというキャラクターですね。ピコニモの親戚みたいなやつ。ピコニーモだともうちょっとちっちゃくて、それの1個でかい版です。すごいね、これジーンズ入ってるちゃんと。こういうのはもう本当にそのメーカーさんで売ってるやつなんで。靴とか服だよね。売ってます、売ってます。これ5,000円ぐらいするんでしたっけ。服ですか、服は合わせればそんぐらい、もうちょっとするかな。GU より高いじゃないですか。俺の着てる服より高いです。マジですか。じゃあ、じゃあ、服どうしよう、服どうしよう。俺の安物より、こちらは高いです。こっち、なるほどね。これ顔自分で描いたの？いや、これは既製品なんで、もともとこの可愛らしいお顔で売ってますんで。あ、なるほどね。誰でも用意していただければ。ほお、眼帯とかしなくていいの？眼帯はないですね。あ、ないですか。今のところ突服がちょっと用意されてるぐらいですね。あ、なるほど、なるほど。また期待して。なるほど、なるほど。こう見てくださいよ、シートちゃんとね、今度こっちは革ですよ。あ、うん、革張りのシートで一応自分で頑張って縫って、中にウェイトを入れれるようになってて、路面状況によって一応ちょっとこう、うわ、すげえ、地味にバランスを、地味に感動しちゃった。地味に調整してます。ここの何気にこれもウェイトですしね。あ、本当だ。これさ、こんなにあのノウハウすごい公開しちゃったけど大丈夫。いやー、どうかね。中野を増やしたい。あー、なるほど、なるほど。ぜひともね、この三輪車って言ってたかな、トライクね、トライク、あの仲間が増えるとぜひいいなっていうところですよね。後ろ姿がやる気出るよ ね。そうですね、せっかく女の子のキャラクターを乗せてるんで、まあ、ちょっとピンク系で、いろんなところから買い集めて。すごいわ、やっぱりね、趣味っていうのは本当すげえと思う。こだわりが半端ないもんね。これ何気にさ、このハンドル？あ、ハンドルすごいですね。ハンドル、こちらはミニカーに使われてるやつをこれ外して使ってるんで、あのミニカーの1台犠牲にして
これつけてますね。で一応これはステアとは連動してないんで、うん、あのお人形さんがこうステアを切ることはできないですけど、見た目はだいぶ良くなるんで。やっぱりねこれこだわりも半端ないね。そうですね。すげえ。一時期ヨリンもやってたんですけど、はい、四つは？よくもさんの、うん、YD2SX2 を買って、はいはいはい、うん、いろいろつけて試行錯誤したんですけど、うん、まあ、アッカーマンとか難しくて諦めて1年ぐらいやって諦めちゃって、うん、もう趣味を生かそうってことで、あ、なるほど、こっちになりました。アッカーマン大丈夫だよ、今度持ってきてください。もうね諦めてすぐ手放してたんですよ。あ、マジか。持ってきてくれるやで、ここのお客さんがね誰も助けてくれる人いっぱいいるので、ね、あー D5 ね。自分が持ってる時にいくら言ってもやってくれなかったのに、うん、ああ、こうやって安いのが出た瞬間買われちゃって。なるほど、ね、タイミング。鬼教官ですね。鬼教官です。ツンデレなんです。はい、わかりました。マシンの方を見せていただきましたというところですよね。あの本当にありがとうございます。この後ねちょっとね走ってるところもちょっと撮りたいと思うんでね、はい、あのぜひともよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。